ですね、昨日および一昨日に続いてですね、我々の左脳が機能するですね、いろいろなですね、ナレッジとかインフォメーションをゲットするですね、左脳の能力とですね、先祖伝来の DNA から汲み取る、あるいは宇宙のですね、啓示みたいなものを取り入れる、これは物理的にはなかなか説明がまだできてないんですが、遠からずできるようになると思いますが、潜在意識とかそういったものの開発にいかにこの右脳が作用しているかというお話をしたいと思います。今日もちょっとお聞きください。ちょっと変わった話なので、皆様はなんだこの高野は不思議な世界のことをしゃべるなと思うかもしれませんが、私は遠からずですね、クォンタムフィジオロジーですね、クォンタムフィジックスですか、量子力学とかですね、これからのですね 5G を超えた後は 6G とかってどんどん進んでいくでしょうが、そういったですね、物理学の進化によってどんどん新たな知見がゲットできるようになるでしょうが、我々は潜在意識を開発することによってですね、無限の将来が開けるんじゃないかと私は感じるわけです。ですから、長年ですね、瞑想メディテーションを主体にしたですね、アクションをしているわけなんですが、ただ言えることは皆さんですね、イエス・キリスト、私は学生時代キリスト教を勉強しましたけども、イエス・キリストがですね、あれだけのこのバイブルに残っているものを残したということは、単にイエス・キリストの経験とかですね、勉強によって左脳からですね、ゲットしたものではなくて、宇宙からのですね、これ啓示って言い方しますが、宇宙のサムシンググレートからのインフォメーションでですね、あれだけの聖書を残したんだと思います。東洋ではですね、ブッダに始まって親鸞、日蓮、皆さんですね、この東洋系のですね、仏教のプリンシプルですね、プリンシプル経典なんかも、これはみんなですね、日蓮、親鸞、弘法大師とか、そういう人たちが考えたというよりですね、天からのサムシンググレートからの啓示によって書いたと思います。それでなければ到底不可能のレベルの成果物だと思います。ですから我々はですね、私自身もそうですが、残りのこの人生ですね、もっともっと右脳を開発してですね、宇宙とつながる、あるいは自分の先祖とかですね、何万年何億年という昔からDNA がつながってるわけですから、そういったものの開発をしていこうかなと思ってます。今日はちょっと変わったお話ですが、暑さでちょっとやられてんのかなと思うかもしれませんが、お付き合いいただいてありがとうございます。